ーい、藤子です。今日は私がよく使うトマトの切り方をご紹介させていただこうかなと思います。まあね、割と包丁は研いでる方だけど、トマト切る前は必ずまずは包丁を研ぐことをおすすめします。でね、まあ、トマトだけしかないみたいな時あると思うんだけど、あと一品欲しいなっていう時、じゃあトマトでいっかみたいな感じでね、まあ夫婦2人とかそんな感じだったらこんな切り方でいいかなと思うんだけど、まあ、トマトはね洗ってヘタを取ってあります。でこの緑の硬いところをね取って、で半月切りにします。だいたい5ミリぐらいの薄さかな。お皿に並べて斜めにこんな感じ、5ミリぐらいの薄さかな、スライスして、ここに置いて斜めにこんな感じ。でここにねパセリとかドレッシングとか、まあチーズ好きな方なら粉チーズとか乗せればそれなりな感じになると思います。あともう一個ね、うちは結構ちっちゃい子供が来ることがあったのね。でそういう時にこういうくし切りっていうの、これだとちょっとね子供の口には大きいから食べにくいでしょ。まあ大人でもねこのくし切りのトマトはちょっと大きいから食べにくいと思うんだよね。だからみんなで一緒に取り分けて食べるとかいう時はもうちょい小さい方がいいななんて思って、でだいたい8分の1のくし切りにするのは一般的で、大人だったらこれでもまあねいいんだけど、子供とか女性とかねいる時これだとちょっといいかなと思って、私はこれを斜めに半分切ったりします。斜めに半分、乱切りみたいな感じね、斜めにね半分こんな感じ、こう斜めにカット、こういう感じ、斜めにこんな感じ、斜めにカット、こんな感じで、まあこんな感じでね、これだったらあの大人数でも取りやすいし、まあ子供も食べやすいかなっていう感じ。まあこれはね2人とかだったら別にこんな切り方でもいいかなっていう感じで、あとはまあ盛り付けはねご自分でお家にあるドレッシングをかけていただいてもいいと思います。